長沢義明は日本の自転車フレームビルダーである。千葉県旭市井岡出身。現在は長沢レーシングサイクル代表。千葉県立東総工業高等学校を経て日本大学に進学。日大在学中に1968年メキシコシティオリンピックの代表候補となったが練習中の事故により選手生命を絶たれる。その後、 自転車ビルダーとして一本立ちするべく、1970年に単身イタリアへ渡り、ポリアーギで、ローザの下でメカニシャンとしての修行を行う。帰国後、日本代表チームのメカニシャンとなる。同時に、ロードバイクトラックレーサーのビルダーとしても知られるようになった。1975年から1990年まで、日本代表チームは、 プロ、マ通じて16年連続でトラックレースの世界自転車選手権においてメダル獲得を果たしたが、すべての年においてメカにシャンとして帯同。中でも自身製造の自転車を使用した中野光一の同大会プロスクラッチ10連覇の異業は長沢との二人三脚によってもたらされたものだという声も少なくない。また、 モントリオールオリンピックスプリントで6位入賞を果たした将棋は、競輪 GI レース最年長優勝者の松本聖、長野オリンピックショートトラック500メートル金メダリストで2008年より競輪選手に転じた西谷高文も長沢の自転車を使用している。とりわけ、競輪選手の愛用者が少なくない。ありがとうございます。